で、これも一個面白い話で、全員がこの子たち連れてきますみたいなインスタグラムのリストをバーッと僕に載ってくれるんですけど、その中で一人めっちゃ可愛い子いたんですよ。で、その当時は加工してると思うからあんま疑ってなかった。全員にこの子ちょっと紹介してやったら、あ、いいですよ。じゃあ、ランチかなんか行きましょうって言われて、ボンダイカフェっていうカフェで、全員と待ち合わせして。じゃあ待ってたら全員が女の子と二人で来て。で、全員の知り合いの女の子なのと、別に全然いいわと。あ、どうぞ座ってくださいって座って、あ、なんか頼んだらって言って、3人でちょっとランチ食べた時に、俺が目的としてた女の子がなかなか来おへんから、全員に LINE したんですよ。バレへんように。まだ来おへんの、その子って言ったら。いや、ひらさん前座ってますって言われたんですよ。めっちゃ不細工なんですよ。一つも可愛くなくて。いや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 、お前全然ちゃうやんけって入れて。やっぱそう思います、ひらさんも見上げて。いや、お前これ、詐欺もええとこやろって。どう加工してどうなったらあの写真なんねんみたいな話で。インスタグラム全部可愛いんですよ。俺だからあれからもうインスタグラマーの子とか、TikToker の子は一切信じんことにしました。ほんまに違いすぎて。俺そのままトイレ行くふりして帰りましたもん。背景だけして。いや、いいんですよ。ブサイクでも。鼻からブサイクって分かってれば。人それぞれ好みがあるから、別にブサイクがあかんってわけじゃないですよ。ただ、インスタグラムの写真が可愛すぎて、あれこそ俺詐欺やと思うんですよ。あれをなんで国は詐欺と認定せへんのか僕分かんないですよ。ほんまに、女の子の加工はエグいです。特に TikTok は。ほんまにエグい。俺絶対ね、僕アプリ作りたかったのが、このアプリに入れてみたら、すべての女の子の加工が外れるってアプリめっちゃ作りたかったんですよ。俺男の中では爆発すると思ってるんですよ、人気が。だってもう異常にみんな加工してますもん。吉原のソープ状並みですよ、お前加工の仕方が。だって原型とどめてないんですもん、全く。僕もしんすけさんにね、真実が1あったら、残りの99嘘でも真実に聞こえる。だから俺ら芸人面白くおかしく言わなあかんときに、真実を絶対 1%、10% 絶対入れなあかんねんって話をしんすけさんがしてあって、その意味めっちゃわかるんですよ。全部が嘘やったら全然思んないんですよ。でも一個でも真実があったら面白いんですよ。でもあいつらの加工技術はね、ゼロなんですよ。元ゼロで加工だけしてくるから面白くもなんともないんですよ。昔だけなんですよ、見た瞬間に。あれほんまにクライアントとかが仕事投げてて、挨拶来た時に、クライアントも絶対待つと思いますよ。その子に作るのかなって。名前出さないですけど。ほんまに別人でした。加工という技術をこの世の中に出した人は、女性からはめっちゃ感謝されてると思いますけど、男性からは多分相当恨まれてますよ。ほんまに僕、1時間、その子が来るのにずっとその子を喋ってたんですよ。喋った子はその子だったんですよ。ドン引きですわ、もうどちらかというと。だから皆さんあんまりそういうの信じんようにしてください。